こんにちは、トルーパーズの山中です。今日は、ロスコのトラベルキットバッグ各色を紹介いたします。カラーはコヨーテとブラック、この2色があります。で、このサイズの小物入れなんですけども、一応中をパンパンに入れたら、こんな感じでございますね。サイズは約22センチかける、13センチっていう感じです。材質が 100% キャンパスコットンと。で、一部こちらはビニールレザーを使っております。で、ここに R と書いてありますよ。 RX だったらかっこよかった、仮面ライダーブラック、そんなんじゃない。で、中を開けると、このようにわかるかな、中心に簡単な仕切りが、ついています。で、どっちかの端っこ側面には、側面に1箇所こんなポケットがついています。簡単なもんですな。一応用途としては、例えば旅行中の洗面用具をこの中に入れる、あとは小型 DVD プレーヤーとか、携帯のスマホとかの充電器とか、そういったガチャガチャしちゃいそうなやつをこの中に入れると、で、あとは何かある。あとはあれですね、こちらおしゃれなデザインで、ジッパーはこんな感じで、おしゃれな紐がついてますね。で、こちらボタン、このボタンは若干調整用なのかなと思ったら、別にそうじゃない。こういうおしゃれなやつっていうのはミリタリーとかタクティカル的な、そういうもんじゃない。機能性とかどうでもいい、多分。でも、このボタンを閉めることによって、あんまり縮めることはできないのかな、デザイン的なやつで。ただこれね、こうボタンをつけることによって、何言ってんか相変わらずわからない、ちょっとしたところに引っ掛けておくとか、でもこれちょっと不安だけどね。でも、そこあれ、タクティカルな機能じゃないから。おしゃれってそういうもんです。でも、サバゲー行くんでも、アウトドアに行くんでも、ちょっとこんなものに、貴重品とまではいかないのかもしれない。お弁当、お弁当入れなんかにいかがですかね。これだけありゃコンビニ寄ってもサンドイッチ、おにぎり、菓子パン、なんならファミチキ、結構入るんじゃないかな。あとはね、お弁当箱なんかも入るかもしれません。そんな感じですよ。下の方にリンクを貼っておきますので、よかったら検討の方をよろしくお願いいたします。それでは、最後まで見ていただいてありがとうございました。